スノーマン目黒連、ミラノ開催のフェンディコレクションでセットアップ披露、各国の著名人らが出席。スノーマンの目黒連が、ミラノのスーパースタジオマキシにて開催されたフェンディ2025年春夏メンズコレクションに参加した。目黒の他にも、各国を代表するスポーツ選手や俳優陣らが出席し、コレクション発表を祝福した。イタリアローマを代表するラグジュアリーブランドフェンディは、6月15日、イタリア現地時間にミラノのスーパースタジオマキシにて、シルビアフェンディによるフェンディ2025年春夏メンズコレクションを発表。日本からは、ジャパンメンズブランドアンバサダーを務める目黒が特別に参加したほか、映画、アイデアオブユー大人の愛が叶うまでに出演し、グローバルメンズアンバサダーを務めるニコラス・ガリチン、中国のレザーグッズスポークスパーソンを務めるチャンルオユン、マルコ・メンゴーニ、K-POP ボーイズグループ、ストレイキッズのメンバーのバンチャンやミスターレイン、タナナイなど、各界の豪華ゲストが駆けつけた。さらに、ネットフリックスの人気シリーズ、エリートで注目を集めたアロン・パイパーをはじめ、マヌエル・トゥリソやグザビエ・ドラン、周回、タイロット・テイラー・ジョナサン・クミンガなど、各国を代表するスポーツ選手や俳優陣らが出席し、コレクション発表を祝福した。その他ゲストとして、関口メンディ、井上大和、レーモンド・グティエレス、セイドゥ・サール、ムスタファ・ホール、アルビン・チョン、ブライアン・ボーイなどが出席した。